れですかね、トゥーンデッキなのか、可能性高いですけどね。今、トゥーン使う人少ないんで、なかなか。あ、マインドスキャンですね。血の伏せカードが分かっちゃうんで、結構厄介ですけど。ペガサス、大体トゥーンですかね。ペガサス、トゥーンかサクリファイス以外、あんま見ないですけど。創世者の化身。あー、創世神のデッキですね。守備力が3000あるんで、これ使ってるよりも珍しいですけど、この創世神破壊しないと墓地からどん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 モンスター出てくるんで、面倒くさくなりますので、なんとかしのぎたいですね、ここは。飲み船と、道連れがあるんで、ちょっと面白いこと言える可能性はありますけど、ここはですね、読み船セットの道連れをセットしましょう。これでちょっとなんとかなるんだろうなと思います。ここはエンドですね。多分またしても総選手の方が使ってくるんじゃないかなと思うんですけど、墓地からどんどん増えてきますからね。ミラーボール捨てましたね。この本体をね、倒しちゃえば大したことないんでしょうけど。いや、生贄できた。なんで？珍しい。エンジェル07使う人。あ、効果は発動できない。まあ、道連れでなんとかこの創世神破壊するのが一番良さそうですよね。おそらく。これ破壊しましょうか。本体を。これで、あとはエンジェル07をなんとかできれば、牽制こっちに来るかなって感じなんですけど。どうしましょうかね。そしての墓地に強いモンスターそんなにいないんで、難しいですけどね、ここどうするか。メタル化してて、そうですね、かなり難しいところなんですけど、自分の墓地に強いモンスターそんなにいないんで、まあ、ここはどうするかなんですけど、一旦、しのぎにかかるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。とりあえず、テライガー伏せて、ここは耐え、度がいいでしょう。あいつを破壊すればね、この、ユニットで復活させられることできるんで。よし、まあ、ここね、一旦なんとかしのげれたので、このターンですね。特に相手も伏せカードないですから、かなりチャンスかなと思いますけど。どうでしょうかね。ここで、まあ、結構いけるんじゃないかと思うんですけど。ここは、とりあえずメカハンター召喚して、で、これ使っちゃいましょう。ジースコードユニット。これで、相手の墓地から、まあ、そういうその化身を、そうですね、復活させましょう。で、ここでバトルで、アタックしに行って、これメタル化ですね。で、エンジェル07を破壊できるんで、そうですね。で、ここで今、こいつで、アタックします。と、これで、あと、だいぶ有利になったんじゃないかと思いますね。相手が、手札2枚ですからね。なかなかのチャンスあると思いますけど。あ、勝ちました。対戦ありがとうございました。ということで。まあ、珍しいデッキ、創世神のデッキあったので、創世神破壊しちゃえば、こっちのもんってところですかね。ということで、今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。